愛子さまは4月1日、日本赤十字社に就職し、成年皇族のスタートを切られました。3月末には初めて1人で伊勢や奈良を訪問し、大学の卒業と就職を報告されました。旅の様子と今後の活動について、日本テレビ客員解説員の井上茂雄さんに聞きます、日本赤十字社に入社された愛子さまですね。はい、4月1日、多くの新社会人と同様。 愛子さま、した愛子様先ほど社長より辞令をいただき、温かいお言葉をかけていただきまして、嬉しく思うと同時に社会人としての一歩を踏み出したのだと、身の引き締まる思いがいたしました。これから社会人としての日々が始まりますが、早く職場に馴染み、皆さまのお役に立てますよう頑張ってまいりたいと思っております。スーツ姿の愛子様 一段と凛々しさが増されたような印象がありますね。今日は社会人となられた愛子さまに注目します。井上さん、愛子さまは入社翌日、文書で感想も寄せられましたね。はい、大学卒業と就職への思いを綴られています。それがこちらです愛子さまの感想、皇室の役目の基本は、国民と苦楽を共にしながら務めを果たす、ことであり、それはすなわち。 困難な道をを歩まれているる方々に心を寄せることでもあると認識するに至りました大学では福祉に関する授業を履修し福祉活動への関心が増す中で公務以外でもさまざまな困難を抱えている方の力になれる仕事ができればと考えるようになり大学卒業後は社会に出て福祉関係の仕事に就きたいという思いを抱くようになりました困難を抱えている方の力になりたい といいいう思いが明確でで嬉しいですよね愛子さまは社会人としての責任感を持ってさまざまなことを身につけ早くお役に立てるようになるよう精進したいとも記されていまして「社会人精進」という言葉に強い覚悟がのぞいているように感じます青少年ボランティア課に配属され個人ボランティアの情報誌の編集や研修の運営などの仕事をされています